え、誰かが侵入者に入らせたくなかったに違いない。出てきて遊べてよかったね。衣装を着ていたガキじゃないか。本当に趣味が悪いね、シラウトさん。名刺なんかでうちの仲間をとっても怖がらせて。シンジンお気に入りのおもちゃの兵隊を倒してごらん。でも、もうそのクソみたいなシンジン。食べるか教えてくれ。なんだ。素晴らしい。腕前だったぜ、ブラザー。
ウォーミングアップ。にはこのヒーローごっこで2人とも死ぬよって言ったのに、どうしよう、どうしよう。ケントはどうした？どこにいる？ケントは捕まった。レイダーに血に飢えた目をしてた。止められなかった。連れて行く時に伝言を残して行ったの。ケントのラジオを聞けって何度も何度も流してる。ねえ、シルバーシュラウド。頼むわ。
けたぞ。ただの待合室人が苦しんでいるのに大金がかかったのかもな。いいね。何もないよ。
ノーズ。あれは何だ。今に見ていろ。誰だ。気にしすぎだよ。ここには何もない。戦利品は命あるものが手にする。素晴らしい。遊ぶか？え？クソタレ、歯向かう者は家族ともども追いかけてやる。それからシュラウド、それ以上近づくとケントの頭の中身を見ることになるぞ。無垢なる子供の後ろに隠れるとは、臆病者め新人、目の前で倒れるがいい。そんな風に喋るんじゃねえ。ザ子供はシュラウドが伝説か何かだと思っている。漫画本から出てきたみたいな。なだがお互い知っているように、シュラウドなどただの人間だ。そして弱い。ここに来てどうするつもりだ。小さいお仲間のためか。貴様の仲間は全て打ち破ってきた。私がシュラウドではないとなぜ言える。言うことを聞くな。こいつは偽物だ。これから起こりうることを教えてやる。ケントを殺す。それからお前も撃ち殺してやる。肉の塊しか残らないぞ。それからグッドネイバーへ行き、役立たずどもを残さず殺す。そして全て焼き払ってやる。誰も新人を倒すことはできない。ケントにとって何が本当に辛いか分かるはずだ。友達を、ヒーローを目の前で殺されることだ。ショーを楽しめケント。シュラウドを片付けたら次はケントだ。よし。
ケント。これまで生きてきて、誰かに会えてこんなに嬉しかったことってなかったよ。大丈夫か？足が死にそうに痛い。けど、もっとひどいことになってたかもしれないもんね。もうやめるよ。全部ね。犯罪と戦うって思ってたのと違うみたい。本当に？ここまで来て諦めるのか？ここは良くないって知ってたけど、シルバーシュラウド本人ですら、こんなひどい地域を直せるとは思えないよ。やめてしまったら悪者が勝ったようなものだ。そうだね。でも疲れたよ。家に帰りたい。グッドネイバーに戻るよ。本当に助けてくれてありがとう。でももう終わりだ。上に参ります。2階。おい。イエーイ。任務は達成だ。新人は死んだ。黒幕の新人は倒れたわけだな。また一日、自由という綱渡りをしなきゃいけないわけだ。これをやる、礼だ。他に仕事はないか？もうたっぷり働いただろう。ここのところ水路が真っ赤になりすぎてた。綺麗にしてくれるならいつでも歓迎するぞ。